行ってきます。自転車に鍵かけなさいよ。ちょっとコンビニ、はい、いよいよ始まります。自転車に鍵、もうすぐ11時になります。止めに行くわ。自転車に鍵、はい、自転車を止めるときは必ず鍵をかけましょう。神奈川県自転車防犯協会と、ニューストリームを横からアップするという難しいことをやっております。初挑戦です。挑戦というかやってもらってます。マイクがいいね。よろしくお願いします。ありがとうございます。皆さんの協力で今アップをされております。ガブテープを持とうか。持とうよ。おはようございます。ドリームキングダムカントリーキャッツのロカビリートレイン、パーソナリティのさよです。この番組は JR 武蔵小杉駅より歩いて2分、武蔵小杉タワープレイス1階サテライトスタジオより生放送でお送りしております。今日もね、いいお天気になりましたけれども、皆さん今日のご予定はありますでしょうか。今日もですね、サテライトスタジオに、遊びに来ていただいているリスナーさんの方がねいらっしゃいます。とっても嬉しいです。ありがとうございます。今日は9月の9日99ですね。88にはクラブチッタでライブをさせていただいたんですけれども、99ということでですね、今日とってもいろんな日なんですよ。調べたんですけれどもね、菊の節句、はい、あと朝陽の節句、99の語呂合わせで9月9日99の日そのままですね。はい、あとですね、世界占いの日、日本、占術協会が1999年に制定されたということでですね、占い皆さんは興味ありますでしょうか。私は占いでですね、渋谷にちょっととある方にですねお世話になっております。1年に何回ちょこちょこ、あ、ちょこちょこでもないですね、1年に少しだけ、どのぐらいのペースが、どのぐらいのペースなんでしょうかね、2回3回ぐらい行ってるような気がします。最近特に占いは、毎朝占いといえば目覚ましテレビを私はですね見るのが日課となっております。という世界占いの日ちょっと強引でしたかね。なんかノストラダムスの週末の予言も 9月9日ということでですね、なんかある9日です。9月9日ですね。またチョロ Q の日、チョロ Q やりましたよ昔。なんかおまけでついてくるととっても楽しんで、私いろんなところに飛ばしてしまうんですけれどもね、そんな経験皆さんもありますよねきっとね。おもちゃメーカーのね、宝が、制定されたということでですね、9月9日、チョロ Q の日、あとですね吹き戻しの日とかカーネルズデー、あ、今日日本ケンタッキーフライドチキンが2003年にですね制定されたということで、カーネル・サンダースの誕生日おめでとうございます。はい、ということでですね、今日はケンタッキーに行きましょうなんて。近くにこのサテライトスタジオの近くにでも、近くにケンタッキーフライドチキンあります。はい、あとですね手巻き寿司の日、ロールケーキの日、あ、これ手巻き寿司の日ってくるくるの語呂合わせだそうですよ。99なのでね、くるくるの語呂合わせで手巻き寿司の日というのが制定されているということです。あとはですねロールケーキの日も同じように断面が9の字に見えることから、6月6日もロールケーキの日、9月9日もロールケーキの日だそうです。はい、なかなかいろんな日ありますね。というか1日にいろんな、何でも語呂合わせといえば何でもできそうですよね。はい、毎日いろんな記念日が あってなんか嬉しいですけれども、栗きんとんの日というのも今日だそうです。あと最後にですね、食べ物を大切にする日、これ私が、声を大にして、
今口を大にしてって言おうとしちゃったんですけどね、声を大にして皆さんにお伝えしたいです。食べ物を大切にする日、これも面白いですよ。ちょっと語呂合わせみたいなんですけれども、食べ物を捨てない、残さないということですね。ない、9をナインというふうに読んで、捨てない、残さないみたいな感じで語呂合わせだそうです。またいろいろ考えましたね。あと温泉の日ということでですね、温泉の日、暖食の日とかいろいろ、まあ今日は何の日というのを調べたりすると出てくるんですけれども、面白いですね。はい、9月7日先週の金曜日なんですけれども、初めてですね、私と同じドリームキングダムさんの番組で、プラチナキャッツの川崎ってニャンダーという番組をサテライトスタジオの、外から見ていたんですよ。で、知ってる曲、プラチナキャッツさん仲良しなのでね、知ってる曲がいくつか出たので、外でこうブン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 こう手を回したりね、ちょっと妨害かもしれないと思うギリギリのところで見ていました。楽しくね聞かせていただいたんですけれども、やっぱりラジオ番組こう始めて今日が24回目ということなんですけれども、すごいですね、24回あっという間に毎週毎週ね、お届けさせていただいてるんですけれども、そうですね、プラチナキャッツさんは毎週金曜日の第1週ということなんですけれども、楽しいですね、ラジオ。こう知ってると余計に何て言うんですかね、共感できるというんですか、ラジオ番組始めたのが4月、今年の4月からなんですけれども、なんかですね、車でも今まで音楽流していたんですけれども、それをラジオに切り替えて聴いているという感じでですね、なんか変わりました、私の中で。スマートフォンを持っているんですけれども、スマートフォンでも最近ね、聴けるようになっておりますので、そんな感じでですね、どこでもちょっとラジオを意識している毎日でございます。はい、ではですね、最初のこのコーナーに行きましょう。My favorite 50s. はい、今日はさよがセレクトした曲なんですけれども、ロカビリー、よく流すのはロカビリーなんですけれどもね、このラジオ番組の番組名にもなっているロカビリートレインということなんですが、My Favorite 50s では50年代60年代を中心とした、曲をちょっとセレクトさせていただいております。今日持ってきたの曲はですね、オールディーズなんですけれども、ルート66、ジョージ・マハリスという方がですね、歌っているものなんですけれども、このジョージ・マハリスさん、どういう方かなと言いますとですね、1928年9月1日に、アメリカのニューヨークで生まれたそうです。1960年から放映されたテレビシリーズルート66の主演俳優として一躍人気俳優となったという方なんですけれどもね、ルート66、見たという方も多いのかと思いますけれどもね、ごめんなさい、私はまだ見ておりません。はい、ということでですね、テレビで、ルート66であったりとか、裸の街などちょっと興味あります。興味ありますって変ですけれどもね、なんか禁句というか、なんか私のキャラクターが変になりそうなんですけれども、はい、映画とかでもですね、栄光への脱出ということでですね、デビューされたというそういう方です、マハリスさん。はい、歌手としては1960年に、今夜教えてが大ヒット、ミリオンセラーとなったということでですね、すごいです。同年のキャッシュボックス誌の最優秀新人歌手に選ばれたという、まあ、そういう方で、俳優をやりつつ、まあ、歌手という方結構多いですよね。最近モデルさんでもユニット組まれたりとかですね、いろんな音楽業界に足を踏み込む方が多いと思います。逆もありますね、音楽業界から、ちょっと雑誌で出して、モデルいろいろね、 CM の、看板の顔になるとかですね、いろんな有名な方活躍されている方多いと思いますけれども、ルート66は、ジャズピアニストで
ソングライターのボビー・トゥループという方がですね、1946年に作詞作曲をしたということで、ナット・キング・コールや、マンハッタン・トランスファーや、ローリング・ストーンズなどにカバーをされているという有名なこの曲をね、聴いていただけたらと思います。では早速聴いていただきましょう。ルート66、ジョージ・マハリス。はい、ということでですね、わかりました。はい、今日なんですけれども、実は、2箇所でカメラがあるんですけれどもね、後でこちらアップされるんですかねどうなんでしょうか。ユーストリームアップ中なんですが、まあ、先週もですね、ユーストリームちょっとアップできなかったということでですね、ご迷惑をおかけしたんですけれどもね、私のせいですかね、やっぱり電磁波でしょうかね。デジカメで今撮っているんですけれども、先週もデジカメでね、撮ったものをアップさせていただいたんですけれども、とっても綺麗でした綺麗でしたっておかしいですね。とても綺麗な画質がいいですよね、最近デジカメも。携帯も画質上がってますからね。写真も私撮るのハマってるんですけれどもね、ぜひ皆さんもいいデジカメ、いい携帯をお持ちになるといいかと思います何の宣伝ですかね今日一人で寂しいんですが、外からはね、安心する方々が見てくれてます見守られている感じがします。よく私ユーストリームもそうですし、ラジオブログの方に動画をアップされてるんですけれども、ユーストリームを貼り付けているんですけれども、何度も確認をするんですね。そうするとちょっとこう、やっぱり喋りの癖というんですかね、話の癖がちょっと自分で気になったりします。はいとか言ってしまったりはい、また言っちゃったっていう感じでですね、まあ、話の癖というのは皆さんあると思うんですけれども、最近こう、まあ、レッスンとかでもですね、ダンスも指導しているんですが、マイクインカムお願いします。はい、インカムマイクをつけているわけですがね、すごく言葉を選んだりします。最近意識を、言葉というものに意識を向けて喋っております。はい、7月からこのコーナーさせていただいてるんですけれどもね、この前お尻のエクササイズを紹介させていただいたんですけれども、某スポーツクラブでですね、仕事に行かせていただいた時に、全くこう知らない方、私の方からはちょっとあまり知らないな、見たことあるかもしれないというような方が、終わった後にですね、レッスン終わった後に、先生ってお尻のトレーニングやってるよって言われて、何のことか最初は分からなかったんですけれども、あ、放送を聞いてくれてる方なんだというふうにすぐ思い出しましてね、初めてちょっとそういう、まあ、違う土地に行って、そういうラジオを聞いている方がそのラジオ内容をですね、私に言ってくれるということがありました。とっても嬉しかったです。でね、お尻つい見ちゃいましたけどねあまりこう、まあ、いいお尻になりましたねとかも言えず、わからないですからね、お会いしたことない方にもこのエクササイズご紹介してますのでね、自分が一番こう体型というのはね、わかるかななんて思います。最近こう、なんていうんですかね、ズボンのチャックが締まりにくいとか、緩くなったとか、いろいろ自分での変化がやっぱり一番なような気がします。筋トレをするとですね、体重自体はあんまり変わらなくても、むしろ体重はちょっと増えてしまうことがあったとしても、目方というんですか、見え方が変わるということがありますのでね、脂肪よりも筋肉の方がキュッと締まりますから、最近痩せたねと言われて、嬉しくなった時期も私ありますがね、体重は変わらずという、ちょっとまあ残念なような、それでもいいんじゃないかなと思いますよ。やっぱり見え方ね、第一印象とか見た感じで、あなたは何キロですねなんてあんまり言わないですから、はい、なのでまあ見え方大事に、まあ気にしていただけたらなと思います。
なんといっても今日ですね、腹筋、いつもねお腹周りはこう意識していただきたいなと思うんですけれども、今日エクササイズということでですね、今日のエクササイズも腹筋、前回もありましたがね、腹筋自転車漕ぎというねエクササイズをご紹介したいと思います。いつのタイミングでやればいいのか、まあ、気づいた時、できる時にやっていただくのが一番なんですけれども、あまりこう、まあ、スポーツクラブに通われてない方とかも多いかと思うんですがね、そういう環境は自分でね、どこの場所でもエクササイズって意識すれば、電車の中でもこうちょっと意識することで、筋肉に刺激いきますのでね、そういう場所に行かなきゃできないというトレーニングではなく、いつでも手軽にできるエクササイズを皆さんね、どんどん知っていただければ、豆知識としてね知っていただけたらと思うんですが、今日はまあ寝起き、あと寝る前、にねあまり運動すると汗びっしょりになることもあるかと思うので、まあ寝る前にそんな激しい運動しなくていいと思うんですけれども、まあ激しい運動というかお腹のトレーニングをした後にバタンキューっていうのもいいんじゃないでしょうかね。はい、今日は、寝て起きた時、というんですか、寝ながらやるエクササイズをちょっとご紹介したいと思います。まずですね、私がこのサテライトスタジオで横になることはできない、ちょっとできそうにないのでぜひねイメージしていただけたらと思うんですが、詳しい内容はラジオブログの方に説明として載せさせていただきます。本当は私のね動画とかをこうアップしたいななんて思っているんですけれども、模範演技をしたいななんて思っているんですが、口頭でね説明させていただきます。まず仰向け姿勢になります。両膝を三角形に立てていただいて、腰の後ろ、背中がぴったりと床についていることを確認します。手が入らないようにふっとお腹に力を入れていただいて、背中で空気を潰すような感じです。はい、その両膝、大丈夫そうであれば足を、浮かせます。膝が90度になるような形で、仰向け姿勢を作るんですね。なんかどうにかうまくね、こうなんか人形とか持ってくるのがいいんでしょうかね。はい、説明難しいですが、膝が90度で仰向け姿勢、背中ぴったりとつけている状態で、あとはイメージした通りのこの自転車漕ぎ、足で交互にこう回すという動作で腹筋、下腹部ですね、特に下腹部、付け根あたりを刺激していただくというエクササイズになります。できる方は、ちょっとそれだと物足りないという方はですね、上半身少し上げていただいて、お腹を見るような形のままやっていただくと、さらにお腹全体が効いてきますので、ぜひチャレンジしていただけたらと思います。はい、こうねグーって漕いでいただいて、早ければ早いだけいいのかというと、結構雑にトレーニングね、こう腹筋、起き上がる回数を競うというのもありますけれども、それがね本当にいいかというとまた謎ですね。ゆっくりやっていただくだけでも、やっぱり丁寧にこう意識していただく方が負担が来ないですからね、怪我のないようにトレーニングを皆さん続けていただきたいと思います。はい、腰が反らないように、ついね、足動かしてますので腰動いてしまったり、反ってしまったりというのがあると思いますので、ぜひこう、まあ、座りながらでもね、足を浮かせてちょっと足を動かすというの大変でございます。やっていただくとね、一人で勝手にやってると周りから見て何やってるんだろうと思われるので、周り気にしながらちょっとねエクササイズをやっていただけたらね嬉しいかと思います。さあ今日なんですけれども、久々のこのコーナーを持ってきました。さよのフラット川崎。いつぶりですかね、さよのプラット川崎。川崎 FM さんでね、パーソナリティをやらせていただくというのが決まってから、やっぱり川崎の、川崎をもっと知りたいなという気持ちが私の中でね生まれまして、以前川崎の、まあ、川崎駅近くのスポーツクラブで働いていたことがあるんですけれども、やっぱりね、その時に毎週川崎駅に行っていたんですが、毎週どこかのお店に入るわけですよ。
そうなんです。毎回楽しみなんですよね、それも一つのね。私だけでしょうかね。特に食べ物にやっぱり興味があるとどうしてもいろんなお店に、まあ、行きつけのお店というのもね、あっていいかと思うんですけれども、私もね行きつけの居酒屋さんがありますということでですね、今日は実はですね、また食と言って食イコール作用というぐらいね、最近はブログでもアメーバブログでもいろいろ載せさせていただいていて、いろんなところでですね、そのブログを見た方にあんなに食べたのとかね、びっくりな声が上がったりしてるんですが、最近作用はあまり食べれません。やっと普通の3食に戻ってきましたかね。前は食べ過ぎでした。ということで、今日ご紹介したいお店なんですが、ラーメン屋さんでダンボというところ、ダンボというね、暖房の暖に、くれるというふうに書いてダンボと読むんですが、川崎に先日ちょっと行ったんですけれども、川崎駅に行ったんですけれども、すごい気になっていたラーメン屋さんの一つなんですね。で、ラーメン激戦区の川崎に、今年2月オープン、博多のラーメン屋さんなんですよ。で、私博多ラーメンすごく好きで、まあ好みがあると思うんですけれども、いろんなラーメンね、醤油味が好き、豚骨味が好きとかいろいろあると思うんですけれども、私はね、まあラーメン全体的に好きなんですが、つけ麺を最近ねちょっと気にない、まあつけ麺が許せてきたというんですか、今までつけ麺はなしとか思っていたんですけれども、つけ麺屋さん美味しいとこもいっぱいありますけれどもね、博多ラーメンといえば私は一蘭さんというねお店が結構雰囲気も面白いというんですか、個室じゃなくてもう一人一人がこう壁になっていて、自分一人の世界で食べれるというね、女性も一人で入りやすいラーメン屋さんの一つなんですけれども、その一蘭がやっぱり有名だろうと思っていたんです。チェーン店でいろいろなところにあるんですけれど、そのラーメン一蘭をですね、某テレビ番組2002年九州ラーメン総選挙というものがあったみたいですね。ラーメン総選挙で1位に輝いたお店がこのダンボということでですね、一蘭さんを上回るお店ということで、私も興味津々で入りました。とっても美味しかったです。で、私はやらなかったんですけれども、1000円食べ放題、ラーメン食べ放題というのをやっておりましてですね、2杯以上食べる方はいいのかもしれないですね。とってもお安いですよね。替え玉でなくてちゃんと取り替えてくれますので、 2,3 杯食べる方は、まあ、いますよね、きっとね。 2,3 杯食べたい、今日はしっかりラーメン食べたいぞという方はぜひ行っていただけたらと思います。関東にね進出した時は一番最初池袋に、第1店舗目オープンして、2店舗目ということでこの川崎にオープンしたということです。まだねないんです、それしか。なのでね、博多に行かずに、行けないという方はぜひこの川崎のねお店行っていただけたらなと思います。ちょっとね写真などを載せたいなと思っておりますので、そちらはアメーバブログの方見ていただけたら嬉しいです。はい、餃子も食べましたし、卵かけご飯も食べましたと言ってね、いろんなものをつけてしまったんですけれども、まあ写真もいい感じで撮れてますのでね、本当はね皆さん覗いていただけたら、まあ見ていただくというよりもまず食べていただきたいと思いますので、そちら行っていただけたら嬉しいです。JR 川崎駅東口から歩いて5分仲見世通りにある、お店なんですけれども、ラーメンダンボということでですね、ぜひご興味ある方は、私のブログチェックした後に行っていただいてもいいですし、直接、私にご連絡またはラジオブログに問い合わせをお願いします。はい、ということでした。さよ様の格言。人を見て法を説く。はい、今日ですね、毎回格言を言わせていただいているんですけれども、今日ちょっとね珍しくというんですか、まあ、成功する秘訣ということでですね、この言葉をちょっと選んだんですけれども、ブッダ、まあ、お釈迦様の言葉になるんですけれどもね、私の言葉ではないんですが、実はですね、私ちょっとまあ、変に思わないでいただきたいんですけれどもね、霊感
論は少しありましてですね、まあ金縛りになったりとか、まあ、ちょっと変な場所に行くと耳がキーンとしたり頭痛くなったりと自分の体にこうちょっと出てきたり、あとはまあパッと幽霊が見えてしまったりとかあるんですけれどもね、少しねこの、放送を聞いていただき続々とね寒く涼しくなっていただいた方いますかね。はい、ということで朝起きた時にですね、昨日ですね朝起きた時になんとおじいちゃんが死んでしまったね、おじいちゃんが会ったことのない母親方の、お父さんなんですけれども、これを言ってね、人を見て法を解け解けって言ったんですよ。人を見て法を解けって言われてさっていなくなったんですよ。それで目覚めたんですけれども、なんだその言葉ということでですね、私はあんまりねこう言葉技とかも詳しくないですし、あんまり言葉数多い方ではないと思うんですけれども、そういうふうに知らない言葉ちょっと言われたので気になって朝母親とおばあちゃんにですね、それの意味知ってるなんて駆け寄ったんですけれども、二人ともね聞いたことあるけど知らないみたいな感じでですね、はい、教えてくれなかったので調べてみたところ、ピーということでですね、ブログの方に書かせていただきたいなと思います。はい、まあ人を見るというのはねとっても大切なことだと思いますしね、見る力があるとやっぱり人付き合いも良くなっていくとかね、いろいろ、まあ、開けてくると思うので、この言葉ちょっと今日の格言という形でね、紹介させていただきました。はい、あっという間にまたお時間が経ってしまいました。今日パーソナリティ一人だったんですけれどもね、なんだかこう温かい空気に包まれています。いろんな方が見守っている中での放送というてね、とっても安心しております。はい、私一人ではねこの番組できませんからね、はい、皆さんに感謝しております。9月の来週ですけれども、9月の16日第3日曜日なんですけれど、17日も祝日、22日も祝日といってね、9月その週は祝日続きですので、いろんなところでいろんなイベントあるかと思いますのでね、ぜひ私もチェックしたいなと思っております。来週9月16日日曜日11時から11時30分ドリームキングダムカントリーキャッツのロカビリートレインをね、ぜひ楽しみにしていただけたらと思います。今日はカントリーキャッツのオリジナルソングホリデーを聴きながら、お別れとさせていただきます。楽しい日曜日をお過ごしください。ありがとうございます。はい、ということでですね、あっという間の一人パーソナリティとなりますがね、まあプラット川崎またねちょっと再開していきたいななんて思っておりますので、ぜひ楽しみにしていてください。ありがとうございました。